クリスティアン・カランブーはニューカレドニア・リフ出身の元フランス代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF。現在はオリンピアコス FC のスポーティングディレクターを務めている。1990年に FC ナントでデビューを飾る。豊富な運動量と広い視野で頭角を表し、1994から95シーズンにリーグ優勝を果たすと活躍の場を国外に求めて、 セリエ AUC サンプドリア移籍。ここでも圧倒的な存在感で活躍し、1998年にリーガエスパニョーラの競合、レアルマドリードに移籍し、同年開催されたフランス W 杯ではフランス代表の優勝に貢献。ユーロ2000でも同国の優勝に貢献した。1995年と1998年に、 オセアニア年間最優秀選手賞を受賞している。しかし、2000年にプレミアリーグミドルズブラ FC へ移籍後は、故障などもあって、満足に活躍できずクラブを転々。2005年に SC バスティアへ移籍が決定し、リーグアンへの復帰を果たしたが、同年限りで選手生活に終止符を打った。現役引退後は、FIFA のオセアニア大使として、 同地域のサッカー活性化に一役買っている。中1フランスサッカー連盟は2000年8月16日に行われた FIFA 選抜戦を国際 A マッチとして認めている。ありがとうございます。